みんなだいぶ要領をつかんできたじゃないか。主催者として喜ばしい限りだぜ。あ、ヘルメス様、透明化解除したんですね。あのマジックアイテム重くてさ、君たちの冒険の合間くらいは脱がなきゃ頭も蒸れちゃうからね。そうですか。ああ。ん？どうかしたかい、ベルコちゃん。いえ、その、ずっと気になってたんですけど、ヘルメス様のその格好って、冒険者でも精霊でもなさそうですし。よくぞ聞いてくれた！これぞ、ゲームマスターの衣装なのさ。ゲームマスター？そう、このゲームのシナリオを作り、プレイヤーに生かさず殺さずの冒険を提供する。特に重要なのは、濡れすぎてはダメ。簡単に攻略できるダンジョンなど言語道断、ロマンのかけらもありはしない。課金した途端にロマンもクソもなく難易度が下がっていますが、それを言っちゃう。厳しすぎてはダメ。難しすぎるゲームは名作として語り継がれる可能性はあれど大衆受けはしない。チュートリアルでバレンナギガシ君が登場とか十分異常な難易度だと思うけど。難易度破綻してますよね。難しすぎず、なおかつ達成感を存分に味わえる絶妙なライン。そう、プレイヤーに品縮を買うゲームバランスはヘボゲームマスターの烙印を押される。もちろん退屈なイベントや頭の悪いシナリオだって奮発ものだ。語るに落ちてるだろう。金銀バージョンのベル君が出てきたあのシナリオはなんだよ。あれ、ということはこの冒険もヘルメス様が考えたんですか？ああ、すべて俺が指揮を取った。キャストが自分勝手に動いて、愉快なイレギュラーが乱発してるけどね。金に糸目はつけない。ゲームマスターとは、ある意味ラスボスより厄介な存在なのさ。まあ、アイズさんはともかく、人員や設備、小物にもお金はかかってそうですし。よく資金が足りましたね。それは、アスピーの隠してたへそくりにまで手を出して。ほほう。あ。やばい！アスピーさん！無言でどつかないで！ファミリアの出身もある意味ゲームマスターのところあるからな。ということはあれはヘボゲームマスター。ああ、ヘボゲームマスター。